国立チェルリョーニス美術館の外観国立チェルリョーニス美術館はリトアニアカウナスにある美術館。主に画家で作曲家のミカロユスチェルリョーニスの作品が展示されている。1921年に設立され、1925年に一時的にギャラリーをオープンした。1936年にビータウタス大公文化博物館に名称変更し、 1944年から現在の名称となった。1969年には増築が行われている。チュルリオニスの作品や関連する収集品のほか、17世紀から20世紀のリトアニアの民族芸術作品や、さらにはエジプトの美術作品、貨幣も展示されている。また文館として以下の施設を抱えている。国立チュルリオニス美術館は、 国際展覧会のほか、講義、コンサート、会議、子供向けの特別教育活動なども支援している。なお、国立中流量にす美術館と同じ建物には別の博物館も入っている。ありがとうございます。